和美は試合の2ヶ月前左足の甲を骨折していた。そして試合直前には右足のすねにひびが入ってしまった。和美は傷だらけの体を引きずってようやく決勝まで勝ち上がってきたのである。一方木山は武志藩から死ぬ気で戦えと葉っぱをかけられていた。木山は己の心に言い聞かせた。あと一戦、絶対に勝つ、絶対に優勝する、絶対に3連覇を成し遂げる。和美をサポートする先輩たちが叫んだ。7分間だぞ、7分間、全力を出すか出さないかで一生後悔するかどうかが決まるんだ。第34回全日本大会決勝戦、果たして木山仁の3連覇なるか、はたまた和美はじめ復活となるか。ゼッケン一番木山仁。128番和美はじめ。Oh!
ませんでしたので最後の延長戦2分間を行います。7分間の死闘の末、ついに和見一が優勝を果たした。